ていいところで打てなくて、タコ来いって言って、うなずいて、バチバチ殴られて、音が聞こえるんですよ。ピッチャー大事しないと勝てないっていうのが、うん、みんなにやらしたいぐらいね、あのトルネードは。して、じゃあそれがロッテ時代ということで、はい、1991年から92年にかけては、今度は中日ドラゴンズで、うん、はいはい、星野さんから呼ばれて、星野さんが、5年目の最後の道、はい、1年だけなんだけど、名古屋来て教えてくんねえかっつって一緒にやってくれて、はい、なんで入ってから、なんで、あの人僕の一つ上なんですけど、でなんで俺取ったんですかって言ったらね、あの道がな、ロッテのピッチコーチの時に鴨池、鹿児島行った時に、はい、セリーグの人はパリーグ見なかったね、あの人 NHK からやってて、全然わかんないのにブルペン行ったら、セーザーっつって、でパリーグの話取材してくれて、で喋って、それね、俺忘れなかったんやって言ってくれて、それで呼んでいただいて、やることやってくもんやねいやー、三木さんのそのね、お人柄とその、いやいやいや、ねえ、それで呼んでいただいて、あの時で、ね、オールスター4中日だけ4人ピッチャー選ばれたんかな、はい、うん、あの球団入試、次次期監督の高木森光さんにも入試、あのもう少し長野、あ、名古屋で頑張れっつって、はい、で年俸上げてくれて、ボーナスも千さん口聞いてくれて、フロントに出してもらって、はい、うん、高木森光さんに出会うと、はい、でも野村監督、うん、そして稲尾監督と来て、ね、星野監督というのはどういう、まあ、めっちゃ勝ちたい人なんですよ。勝ちたいんだけど、もうその日勝てばいいっていうのかな。もうね、4点も5点も開いてね、で大体カットね、勝つとベンチにいるコーチは監督に言って、おめでとうございますって言うわけ、はい、どこのチームもね、もう汗びっとりなのよ、星野監督の、うん、もう信用してよピッチャーをみたいな。俺ピッチコーチだから、ほんと手拭きたくなるぐらいびちょびちょなのよ、はあ、ね、じゃあそのぐらい汗を、そう、汗がもう、はあ、気は強い方じゃなかったですよ。だからね、だから吠えたんですけど、うん、でも優しいところはね、あのコーチの奥さんに誕生日と花を送ったりね、そういう、うん、ところは千さん、まあ、気ぃ利かしてっていうかね、うん、おめえとかの旦那よ、怒鳴ってるけどさ、許せよぐらいの入ったんじゃないの、花束でね、うん、あとはどうでしょうね、その、まあ、勝ちたいという、うん、強さが伝わってきたっていう感じですけれども、やっぱそういうこと、どういうところで感じました？僕が入った時ね、大鵬が4番だったんや、はい、でまだ名古屋球場で、で打ていいところで打てなくて、大鵬来いって言って、打たされてバチバチ殴られて、音が聞こえるんですそしたらね、手の跡が残ってた、千さんの手の跡が。それでゲームでも使うんですよ。でピッチャーで山田菊子ってピッチャーがいてね、はいはい、であれがね、フォアボール出して打たれて、菊子いって裏よられて殴られてさ、え、鼻血出しちゃって、で出し目閉めてマウンド上がったからね、もうなんでそこまでとねえいうぐらい、だらもうその日勝ちゃいいっていう人だね。で先々とかあんまり、うん、あの頃考えてなかった。まあ5年目だったからね、もう最後の年だったから余計かもしれないんだけど、うん、まあ、熱血感は熱血感ですよね、うん、そしてまあ翌年が高木監督就任で6位ということでしたよね。ピッチャーの方がね、やっぱ職人の人はね、うん、俺ができる、できたんだからみたいなのがあるんよね、高木監督が、はい、でピッチャーやったことないんで、外国人コーチ連れてきて、で佐藤、このコーチの言う通りピッチングコーチ、あーホーム全部変えてくれって。そんなさ、バッターじゃないから変えられないんですよ。もう何千球何万球って投げてきてるホームがあるのに。でピッチャーって壊れやすいもんだから、あれ、いやー監督、会う人と会わない人がいるんですけどと思うんですけどって言ったら、俺は監督でお前コーチなんだからやらせろって。で自信ありませんって言ったら、常にから口切るな、挨拶してもそっぽ向かれて、うん、まあ、それが職人のスタイルなんでしょうけど、それができなかったよね。うん、ね、それはやっぱり三木さんがピッチャーを持っての、いや、それはやっぱり野村監督の指導もあってんじゃないかな。やっぱりピッチャー大事しないと勝てないっていうのが、うん、だからいろんなね、個性があっていいんだけど、
まあ、そして、まあ、また年明かずして1993年から今度は近鉄バファローズでなるコーチを務めることになりました。嫌だなと思ってた時に鈴木啓司、はい、近鉄監督から監督になるんでやってって、それで野本と出会うんやけどね、まあいい出会いでしたよ。というと近鉄も楽しかったですよ。まあ野本は2年間しかねやってないんですけど、はい、まあ野本は近鉄で5年やって4年連続最多勝、はい、で最後のピッチングコーチが俺で、はい、でちょっと私上の方と会ってで3軍に押されて、だから1軍と3軍のコーチやったんで、はい、うん、2人で飯も食いに行ったしね、うん、だからメジャー行くときに、ね、ブレザー送ってくれて、で帰ってきたらナイキのハーフコート、うん、送くれてね、まあ、まだありますけどね。うん、ね、あのトルネード投法、はい、あのフォームというのはコーチからご覧になっていかがだったんですか当時も。いや、よく見たらいいフォームなんですよ。もうリニカだって、だから長寿のマサカリとトルネードと僕は 2つコーチね、うん、一緒にねコーチしたと思ってないけど一緒に釜の飯食ったやつですね、うん、投げるのもその打つのもバッ、ね、ボールとバットが当たるときにいかに力入るかやるので、ピッチャーもこう離すリリースポイントでここで力入るかどうかなんで、そう思うと飲むのあれは本当にみんなにやらしたいぐらいね、あのトルネードは。でもいいピッチャーをね、やっぱ流し目じゃないと、こういう目で見ないと、なんか流し目じゃないと、ちょっとこうハスに、うん、こうね、まっすぐだとダーツじゃないかな、コントロールはつくんやけどスピードが出ないじゃん。でもやっぱりこういう流し目、うん、でしないと俺はダメだと思ってたから、うん、でトルネードはそれまさにねすごく分かりやすい、ステップしてどこにあるかなんだよ手がね、うん、はい。では三井さん、今年2023年、うんのこの日本プロ野球、どうでしょう、うん、どんなふうにご覧になってますか。難しいですね。あのセ・リーグはまだねあれだけど、パ・リーグはもう三強三弱っていうか、はい、もう決まっ、どうだろうね、怪我があるからまだ半分だからね。でもやはりそういった意味ではあの携わった選手の多い、うん、やっぱりドラゴンズが気になりますかね。まあでも吉井も一緒にやったしね。あ、そうですね、はい、近鉄時代、はいはい、まあ、あれにも思い出があるし ね、うん、ねあの先発ピッチャーね、はい、うん、推薦して、うん、リリーフだった当時、うん、吉井投手を先発へと導いたのが、はい、うん、まあ鈴木啓司が監督がね分かったって言ってくれたから、うん、まあ誰も考えなかった先発で、日本記録作ったからね、先発ピッチャーをね、ああ大したもんなんですよ、うんうん、いかがでしょう、じゃああの吉井さんが今監督で、うんうんうん、マリンズを指揮されてますけれども、うん、期待するところは。いや、やっぱり3位ですよ、とりあえず。というとやっぱりそのクライマックス、クライマックス出るんですが、何が起きるか分からないからね、うんうん、下克上でさ、3位が優勝しちゃう時もあるんだから、とりあえず3位、うん、権利をもらうというところじゃないですかね、うん、本当に吉井監督はね、ピッチャー監督出身で、はい、うん、こうかなりこう、ね、上位の成績で今もそうそうそう、うん、引っ張ってますけれども、気の強さはないっていうか、まあ野本仲良かったからね、うん、近鉄時代、うん、やっぱりメジャー行ってるし、だからピッチャー族と話し合うんじゃない、うん、ピッチャーを大事にする監督だから野村さんと一緒だから、で上行きますよ。、うん、ではね、そういった意味でも今でもその道さんと関わりがあって、うん、本当に一緒の釜の飯を、ね、うんうん、食ったその選手たちが監督となり、さまざまなところで活躍されてますけれども、今の状況をご覧になってどうですか。いや、懐かしいっていうかね、うんうん、だからそんだけ年も取ってんだけど、うん、飯食いに行ったりなんかしたね、連中がさ、もう一番トップで、だからまあ1年でも長くね、はい、野球選手やっぱりイニエムがいいんですよ、うん、もうちょっと分かったらまだイニエム来たかったですよ。うん、で野村監督、うん、稲尾監督からは、うん、道さんいただいたものは、まあ野村さんには野球を教えていただいて、で稲尾さんには人を教えてもらったっていうかな、はい、うん、本当にみんな神様ってとんでもないさ、とっつきづらいおっさんと思うけど、全然
監督歌ってくださいやったら平気で歌っちゃうようなさ、本当にもう飲んだら最高でしたよ、うん、ゲーム中寝たこともあるしね。もうあれ地方行った時だね、一塁側のベンチでね、昔ねバットケースがあって、バット選手が入れる、うん、でそこに手ついて、でポカポカ天気でね、濃く始まって、で落合がファーストにいて見えるわけですよ、こっくりしてるのが。そうするとみんなシーッてベンチに戻ってくるこうやって寝てるんです。でゲーム終わって監督と飲み行った時、監督ゲームしてやっぱ寝たらまずいですよ、アホ道明日の作戦考えてたって言う、そのぐらいの人なんですよ。いや普通 の,、うん、い, い, のいい人でしたよ、うん、いや本当に道さんね、思い出はつきませんねあ本当に、うん、いや本当に今日は貴重なお話を、いやいや本当ありがとうございました。下手な話ですいません、ありがとうございましたありがとうございました。それでは最後に皆さんにプレゼントのお知らせです。今道さんが着ていらっしゃいますこちらの T シャツにサインをお入れしてプレゼントいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。またチャンネル登録、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いします。道さんありがとうございました。どうもありがとうございました。